はい、始まりました。毎度おなじみゆうご .tv でございます。早速本日も人生に役立つ情報を一発撮り一発読みで配信中でございます。早速本日のお題を読んでいきましょう。今日も一緒に共に学びましょう。行きましょう。ぬかっとした時こそあなたの本性が現れる。みかんが甘く美味しいと感じる正体は果汁があるからこそです。みかんの本質とは果汁です。一番大切な果汁は普段外に出てくることはありません。皮があって中身が出てこないように守られています。しかしみかんを手で強く握りしめると中から果汁が出てきます。強く握りしめてストレスを与えると中に入っているものが外へと出てきます。ストレスを与えることでみかんの本質が外へと現れてきます。あなたも同じです。本当のあなたは普段外に現れていません。わかりませんし見えません。しかしみかんを握りしめた時のように強くストレスがかかるとき、初めてあなたの中身が出てきます。本質、本性、正体が現れます。ムッとしたとき、カチンときたとき、イライラしたとき、怒りを感じるとき、こうしたストレスを感じたときに見せるあなたが本当のあなたです。普段のあなたは本当のあなたではないのです。社会的体制という皮に包まれ、本当の自分を隠しながら生活しています。イライラした時こそ本当の自分を知るチャンスになります。私は今自分の本当の性格を知るためにイライラするというチャンスを生かしています。イライラした時には本当の自分が出てくるからです。私も自分の本性がよくわかりません。しかしイライラした時に本当の私が出てきます。ムカッとした時にどう感じるか、どんな言葉を発するか、どう考えるかが最も大切なところです。本性であり本質です。本当の自分は普段は見えていないのです。誰もがイライラムカッとするところで微笑むことができる人は本当の素晴らしい人ということになるのです。今日の格言、ムカッとした時に本当の自分を見つける。なるほどね。俺なんか本当にあんまりムカッと来たりとか怒ったりしないですからね。怒んの疲れる。イライラするのも疲れるからね、なるべく怒ったりイライラしないようにしてる。なんかね、そう、ムカつくことを考えると本当なんか体の中がなんか変な感じする。余計イライラが溜まってくるような。だからね、なるべくそういうことはしないようにしています。そういう時こそ息を大きく吸って吐いて、そんな感じですかね。喧嘩とかも好きじゃないしね。暴力沙汰は殴んのも痛いし殴られるのも痛いし、かといって一回去年2、3年くらい前に一回地下格闘技の試合に出ましたけどね。普段俺切れないけど、もし喧嘩したらどんくらい自分が強いのか試してみたかったっていう、そんな理由と、ちょっと楽しそうだなっていうのと、合法的に人が殴れるっていう、なんかそんな感じで出たら鼻を折られて入院して手術する羽目になったんですけどね。まあそんな感じでイライラしないようにしましょう。はい、今日も勉強になりました。それではドロンパ。